はいど。 ということで、えー、群馬パワハラ疑惑問題ですね。大月監督のパワハラ疑惑問題の、えー、続報がクラブから発表になって、で、今回、まあ、サムネに衝撃の事実を破格ってね、安っぽい言葉を使ってます。あんまりこう、僕ね、こういう言葉を使うのは好きじゃなくて、まあ、たまにね、たまに使うことはあるんですけども、ただね、極々、なんか衝撃の音が安い感じがするんで、使いたくはないんですけども、ただ本当に今回ね、あまりにも衝撃的というか、 はね、どうなってんだっちゅうね、えー、発表があったんで今回もう本当にね嘘偽りなく本当にびっくりしたんでね今回使ってますけどもでクラブから公式の、えー、発表 発表がありましたで、まあ、スタッフとか選手のヒアリングっていうところで、その結果、えー、パワーハラスメントとされるような行為は確認できませんでしたというところで、まず、ああ、よかったねーっていうところですね。ああ、よかったねーっていうところと、で、あの、一番、んって、ん 思ったのが、えー、クラブが機密情報として保管している、えー、昨年9月2日のトレーニング映像内で、えー、大月監督の発言自体はあったと要はそういうなんか疑わしい発言パワハラじゃないかっていう発言自体は実はあったんだけどもただこれ入手した一部メディア等に拡散されている映像と比較したところ前後のやり取りが切り取られ当該発言部分のみ意図的に編集 収されたものであることが分かりました。前後のやり取りを含め、会話全体を見るとハラスメント行為とは言えず、映像の中で当該発言を。 受けているスタッフにもハラスメントはではないと、えー、事実を確認する要はこれハラスメントじゃないかパワハラじゃないかという発言を受けたスタッフの方もいやこれは別にハラスメントじゃないですよっていう否定をしている要は作られた映像、まあえー、前後のやり取りは聞い取られて当該発言部分のみ意図的に編集された作られた映像が、えー、あったと。 いうところでもうこれは衝撃以外の何でもなくてこれどういうことですかっていうこれだからね パワーハラスメントと、だからこれスタッフが2人いらっしゃって、スタッフ A さんもスタッフ B さんもパワハラを受けた認識は我々ないですよみたいなことをね、言っていて、被害者がいない事件なんです。これはだから前回の最初の発表の時もなんかね、そんなニュアンスのことはあったんですけども、ただ今回改めてね、えー、誰もパワハラを受けていないのになんかパワハラ問題が出てる。まあ、発言だけが一人歩きしてしまっていて、当該のスタッフさんたちからしたら何に 何のことを言っていいるんだみたいな状況で,でそれがだから一部メディアに拡散されてる映像と比較とかしたところまあ要はね意図的に編集して作られたえこれってさどうなの本当にね え何がしたいのっていう何のためにこういうことがしたいのっていう本当大月監督を陥れたい何者かいるのかな僕はまあこういう陰謀論みんな好きじゃないですか僕はね陰謀論みたいなのは好きではない陰謀論は好きではないんだけどもこれをね意図的に編集してえ大月監督を陥れるとか群馬のこのえーザスパー群馬のチームの指揮を落とすみたいなちょっと混乱させるみたいな評価を落とすみたいなことを誰かがね狙って やっ。 欲しいみたいなことだったのかなとか、なんか疑ってしまいませんが、これ、じゃないとやる意味がなくて、で、僕はもう、大槻監督自体は、やっぱね、裏レッズでも監督されていて、やっぱこんだけね、そもそも群馬のね、選手、今、ザスパ群馬の選手って、大槻監督がラレッツユースの時にえ指導をしていた選手が多くいるんですよね、川上選手もそうだし、中潮選手とかもそうですけど、ユース自体に関わりがあった選手とか、 浦安、えー、ユースの関連選手を多くザスパー群馬は今、ね、獲得していてっていうことはもうやっぱねやっぱ選手はね、まあ、学生時代とかユース時代に大槻監督の指導を受けてこの方であればねついていきたいみたいなところがあってね多分浦ツじゃないか、えー、これで群馬に今来てるわけなんでねまあそれだけで人格があって大槻監督もね 人望があって、ウラレットサポーターにもやっぱりえ人気がある方なんでね、うん、そういう意味ではどうなんだろう。ただやっぱりね、実際ハラスメントがあったら問題なんで、まあ完全擁護はできないけれども、でも信じてるよみたいなことはちょっと僕も確か言った記憶は、過去の動画ではあるんですけども、これはだからね、どうなんだろう。本当ね、意図的なね、編集って、それは作ろうと思えばいくらでもね、作れるし、それで陥入れ,れたらたまったもんじゃないと。 いうとこですね。だからまあこれね、えー、もう名前出しませんけど、某、えー、某田熊さんでね、書かれてる、ね、群馬のこと書かれてる、えー、メディアさんは、なんて書いてたかあれね、えー、パななんて書いて、ほんとね、えー、ザスパザスパワハラ群馬みたいなのが書いてましたっけど、確かね。なんかそんなことを確かね、すんごいザスパ群馬っていうクラブを、えーね、揶揄するみたいな、えー、タイトルをつけていた感じが、えー、しますよね、某メディアさん。 メディアさんはねこれはどう、えーね、謝罪もんですよねそんなことねえ言っておきながら実際はそれ作られた映像でねそのザスパワハラ群馬ンンみたいなことを確かに、ね、書かれているとは、えー、思うんでそれは た、ね、確か訂正されているところにはなっていくと思うんですけども、うん、にしてもな、あのやっぱりね、記事自体はね、うん、改めて考えるとね、まあ、結果よろしくなかったし、まあうん、結果よろしくなくてもそういうことは書いちゃいかんっていうし、非常に不快だっちう話は僕も、えー、過去にしたんですけども、ちょっと今回改めてね、えー、思いました。本当何もなかったんだから、何かしらね、えー、謝罪とかがあるかな。 とかかかななななんんんね思うううだだけどどもないのろ僕はでもあんだけの、ね、タイトルで書いたからね、うん、何かしら一言ぐらいあってもいいのかなとか、ねえー、思うところも正直ありますけども、うん、ないかな。なんとなくそんな感じも正直しますけども。さ、うん、でも何にしろとりあえず大月監督のね、 疑いが晴れたと、これでね、もう考えていいでしょうし、で、えー、クラブとしても一応、今後の対応的なことはね、話されてますよね。えー、まあ一応ね、パワハラではなかったというところの、えー、話で、で、まあ A さんなら B さんも、まあ、パワハラを受けたんじゃないかい A さん、B さんと共にパワハラの認識はないと回答いただいているとは言えば、誤解を招く不適切な発言ではあったと大月監督には厳重注意を、えー、行っていると、まあ、<laughs> まあ、誤解を まあね、これもなんかねどうなんだろうなってとこですけど正直ねでまあねなお本県トレーニング時の映像はじめクラブ内の機密情報機密情報がだか内部の人にね盗まれたというかまあ 出されている、まあ、誰かがクラブ内の関係者がその映像を持ち出していますので、まあえー、敵が内部にいるのこれ間違いないと、まあえーまあ、公務弁護士や警察にもん相談し、えー、行為者の特定、進めと共にクラブとして再度情報管理の徹底に沿います。これも当然ちゃ当然ですけども、ただやっぱり情報やっぱ管理、どんなにしても、ね、外から守られてもやっぱ身内に持って帰かれたらこれどうしようもない部分もあるんで、早、は、く、いね、徹底的にねこれは調べ上げてね、えー、何らか責任 取ってもらいましょうといううところでしょう本当大津監督のね疑いが晴れてよかったなっていうのがまあ最初一つとでやっぱそういうね、えー、何のためにそんな悪意ある編集をしたんだろうっていうところでまあそこには何かしらの思惑はねきっとあるんでしょうけれどもただやっぱそういうのを見るたんびにああねなかなかにね、うん、世の中っいうのは自分が知らないところでいろんな思惑で動いてるね、えー、悪がいるんだなとちょっと感じるところにもなってきますし まあ自分はそういうね、現実世界の仕事とかでね人を陥るようなことはしないでおこうとか、したこともないし、するつもりもないんですけれども、改めてねあまあ自分はそういう感覚はないし、人としてまっとうに生きてんだなっていうのを改めて自分でねえ感じるところはありますけども、そういうところでございまして、本当によかったね、大地監督ね、こうやってまあ無実がね証明されたし、ね多分相当群馬への抗議とかもね、 えあったと思うし、実際にねやっぱね、疑いの段階でももうね、群馬は応援できんとかなんかね、まあスポンサーとかにもこういうのもかかってきますからね、あー、ね、ほんと苦しかった、群馬もね、サポーターもね、苦しかったと思います、正直ね。で、群馬も苦しかったし、実際チームの調子も上がっていない中で、ようやくこの間徳島に勝ってね、上り調子になっていこうという中でもう一個、そういう嬉しいね、ニュースが入ってきたんで、こっから群馬はね、上がっていけるんじゃないですか、まずチームの雰囲気が良くないとどうしてもね、上に上 行くことはできないんで、うん。 ねえまあとりあえず一安心、本当サッカーファンというか、元ね、ウレッツの監督としてね、ウラッツ、ユースも含めてずっとウレッツにいた方なんでね,ね、そういう方がですけども、無実というところ、本当苦しい1ヶ月だったとは思うんですけども、いや、まずは良かったとっいうところと、本当ね、誰がこんなことをしたんだというところでね、これは本当怖い世の中ですよね、印象操作でなんとなく、本当僕の動画もね、多分印象操作でよくもないし、悪くなるみたいな、聞い取られたらね、そうなってしまうんで、本当発言 っていうのは怖いし、まあ、うんね、徹底的に群馬はね戦ってほしいかなっていうところになってきますけどもね、はい。中道は今回は以上です。一応パルプンテジ、熱もしあのございました。いやほんと群馬のサポーターさん、まずはえ本当ね良かったですねというところでございました。えこれからねまた期待していきましょうかね。以上、えー、さよ。